孫さんって「疲れたって言いませんよね」っていうのスタジオで、うん、つい去年一昨年の話ですよね。って、うんうん、いうか私疲れたと思ったことがないって言ってそうなの疲れるってねどういうどうなるのっていう感じなのよね <laughs> ちょっとみんんなさあんまり朝早いと。 らいからって言うんだけど私さ夜中に起こされてもカメハメハ打てるわよって,言って <laughs> 本当に恥ずかしいと思うやっぱり先輩がこれだけ元気で声出してて私「うー」ってなっちゃう「<laughs> すいませんあ腰が声がああ膝がー」とか言っててでもそんな歌って真弓さんも大先輩ですからベテランですよ見てる人はねまだ幼いのかなと思ってる人いるかもしれませんけど <laughs> <や>大ベテランですよ。 子供に聞かれたことがあってさ5歳ぐらいの子に聞かれちゃってさいや声がなんとなく少年みたいだけど顔はおばさんだしなんか歩き方は男みたいだけどやっぱりおばさんかなみたいなすごい悩んじゃって。 それでルフィの声なんかやったら、もうね、うん、もう子供わけわかんなくなりますよねそう。だから近所でさ、ルフィおばちゃんって子供が言うんだけど、うん、なんでルフィとおばちゃんがつけるんだよう。わけわかんなくなっちゃう,うか。かでも定着しちゃって、もう近所の子はみんなルフィおばちゃん。ゃんでもいいこともあるわね、私たちやってて、この前夜、コンビニの前で、中学生がみんなこう張っていって、たむろってたの。はい 10人ぐらい嫌だなあの子たちって怖いじゃないですか何かね何となくしょうがないと思ったからこっちがこうやって回ってなるべく遠回りしてこっちへ曲がろうと思ったらみんなで「お金さえ!」って言うの「あとただいま」っつって言ったら「ごく労ご苦労さん!」って言うから「あありがとう」てそれで帰ったのすよかったと思って本当にいい子たちだと思ったのその時途端に。